今日の晩ご飯は、おとといの残りの豚バラで作った、なんだっけ、豚キムチと、この献血行った時に、いつも自分が楽しみにしてる、このルミネのミスターパンダっていう、お惣菜屋さんのエビチリとエビマヨです。今日これタイムサービスだったんで、合計 300g、1200円もしちゃいました。やっぱ高いですね。まあ、本当たまりなんで。あとね、納豆また食べるんですけど、昨日の日付の切れてるやつが、今日で5日過ぎてるやつ。と、あとサラダでーす。忘れてた。あとロースカツサンド。ローソンの。これが、半額だったんで。で、サラダのお皿がないので、バットで食べます。まあ食えりゃいいんすよ。昔箸で食ってたもんな。若い時、一人暮らししてる時。いやー、今日は半休で猫ちゃんと献血行ってきました。まあね、動画あげましたけどね。そう、池袋のね、本庁の猫ちゃん、通勤途中の猫ちゃん、会いに行ったら、まさかのいつもご飯くれてる、一軒家があるんですけど、そこの屋根にいました。屋根でニャルソックしてました。で、俺が、鳴らして、近づいたら、もうすぐ気づいて、速攻降りてきましたよ。可愛かった。そしたら、なんか俺、普段見ない、サビ猫ちゃんが来て、すごい怯えてるっていうか、なんかやっぱ警戒心が強いんですよね。まあ、それあの方がいいんですよ。いくら安全な地域とはいえ。そう。で、カリカリあげようとすると、茶白ブラ、ん？そう。茶白、茶トラブラザーズか。茶トラブラザーズが、それを奪って 食ってましたね。まあ、最後食べてくれてましたけどね。その動画は、おいおいあげます。よし、できた。あとは米だ。よいしょ。そう、本当に何週、もう2週間、10日ぶりぐらいなんですよね。池袋本庁の猫ちゃん。嬉しかったです。覚えててくれてるんですね。城ヶ島漁港もそうだけど、城ヶ島か。そう、行くと、公園まず行くと、天ちゃんと、そう、ね、今は保護されたマツコが、どっかで俺を見てるんでしょうね。あれ？コンコン鳴ったぞ。飯が来た。嬉しいですよ。てんちゃんもね、ちょっと距離が縮まった気もするし、城ヶ島漁港の方のてんちゃんも、ちょっと距離が縮まった気がするし、早く鼻の黒い、なんだっけ、花ちゃん、もう保護されてほしいですね。よいしょ、できたー。では、残り物と半額の、カツサンドと、大好きなミスターパンダのエビマヨとエビチリと、あと5日賞味期限切れた納豆でーす。ではいただきまーす。